はい、おはようございます。今日もね、キノコ狩りに来ています。今日は9月の14日ですね。今年、新規ね、開拓して松茸がね、取れた、エリアになります。まあね、ちょっと、何日かね、経ったんで、また新しいのね、出てないかなっていうことで、確認に来てます。で、前回来てからね、雨が降ってないんで、結構ね、乾燥してる感じですね。まあ乾いたところでね、果たして出るのかっていうところですけど、まあ探してね、行きたいと思います。はい、遠目にね、出たかなと思ったんですけど、今日一発目はね、正源寺ですね。コムソウが、まあ、3つですね、並んで生えてます。遠くから見るとね、あーっていう松茸かって感じがするんですけど、残念、違いましたね。はい、前回、お松さんがね、取れたエリアに、これからね、侵入していきます。果たしてどうなんでしょうか。雨はね、全然降ってないけど、出てるんでしょうかね。ちょっと注意しながら進みます。この一段上にね、前回は、すごい、出てるか、これそうかな、あ、違うか、これありますけど、これは正源寺ですね。これは正源寺でした。残念。前はね、この辺ちょっと腐りかけたやつとかがあったんですけど、今日はこれ正源寺だけですかね。本命は出てないかな。さらにね、もう一段上の、城がね、あるはずなんで、そこにも行ってみます。ただいまいちですね。前回結構ね、出てたんで、まあ、雨降ってなくてもね、地中の水分とかで何本か出るかなと思ってたんですけど、全く出てない。しかもね、前あの腐ってたね、松茸が3本ぐらいはあったんですけど、それも跡形もね、ないですね。まあ誰か持っていくっていう感じのクオリティじゃなかったんで、まあ朽ち果てたっていう感じだと思うんですけど。お、あそこになんかあるけど、あれそうかな、出てるぞ。お、これそうっぽい、そうっぽい、来ましたね、来ました、出てました。またちょっと取っていきます。早速深いな。しっかりね、掘って根っこをね、掘らないようにして取ろうと思います。よいしょ、あ、でも結構深い。よし、これでいけそうです。うわー、取れました。うわー、松茸取れましたね。すごい、すんごいいい匂いします。でも結構ね、虫が入ってる。はあ、ちょっと古めですけどね、取れてくれました、1本目。ここ最近ね、調子よく毎回ね、松茸ありがたいことにね、取れてます。ラッキー。はい、早速ね、2本目発見しました。さっき取ったキノコのね、まあ、すぐ上のところ見たらね、生えてました。いいですね、いい形。これはなんか虫も入ってないかもしれないしね、良さそう。早速掘っちゃいます。よいしょ、よいしょ。おお、すごい、すごいです。めっちゃ綺麗。こう裏のさ、あの、なんていうの、裏も穴が開いてない、すごい綺麗です。うわー、香りはまだね、あの傘が開いてないんで、そんなに強くはないですけど、これはいいやつが取れました。いいですね、今んとこ2本ね、確保しました。はい、さっきのね、城では、まあ、2本ね、獲得しまして、まあ、前回見つけてね、さらにもうちょい上にね、城があったと思うんで、そこまでね、まあ、あのキノコ探しながらゆっくり上がっていきたいと思います。
まあ、前回なかったところにね出てたりするんで、ちょっとね注意しながら登っていきます。いやちょっとね、まあ、十分なんですけど、ややね細身のやつが日本なんで、ちょっとね太くてごついやつができればいただけると嬉しいんですけども、これは松茸でしょうか。違いますね。完全にね上まで来すぎました。2個目のね城ちょっと分からなくて通り過ぎちゃいましたね。ちょっと下りながらねまた城を探したいと思います。結構ね注意してたんですけど全然わからんかった。いやあの日本で撮ったあたりがもしかするとあれかな、前回撮ったところだったのかもしれないですね。ちょっとわかんない、本当にわかんなくなってる。いやー前撮ってね本当に、まあ、数日後なんですけど全然わからないですね。やばいなこれ。せっかくね開拓してあの開拓した城ですけど、こんなにあっさり忘れちゃうとちょっとね困りますよね。どこだったかな。はい、この辺ですね。この辺が前回発見したポイントでした。で、ね今回撮ったポイントもまあこの辺だったんで、まあ日本ね撮れたポイントがあの前回ね最初に発見したポイントでしたね。もうすっかり忘れてます。なんでちょっとねもうちょっとじっくりね探してみたいと思います。ないですね、あの日本だけなのかな。この辺で発見しましたね。1本目2本目を見つけたので、この辺出てないかな。ないか。だんだんね欲が出ちゃいますけど、ないですね。ないですね。お、これそう？おお、ありました。さっきもね見たと思ってたんですけど、これ見てください。これはすごい、いいやつだ。これは多分やつですよ。しかも結構いいぞ。抜きます。よいしょ。おお、すごいすごい、めっちゃいいのが取れた。これをねこういうのが欲しかった。やった。すごいっすよ。結構いいサイズ。匂いはねやっぱ傘が開いてないからかな、ないですね。でもなんか虫も、まあ虫もちょっとね根っこの方に入ってますけど、上の方にはなさそう。茎もねしっかりしてて良さそうなね松茸が取れました。やったー。いやー粘ってね探した甲斐がありましたね。もうないかな。どんどん本当欲が出ちゃう。ここねもうちょっとここで探してみましょう。で今日のねちょっと取れ高をねご紹介したいと思います。松茸1本、これはねちょっと後ろに穴が開いたりねして、まあ、若干ね古いかなって感じです。で2本目、これはね小ぶりですけどすごい綺麗ですよ。形もいいし裏のね膜も綺麗に張ってます。そしてね3本目がすごいね大きいやつでした。すごい、比べると分かりますけどすごい手のひらサイズでしたね。でこれもね結構綺麗にね膜が張っててすごいね綺
綺麗なやつが取れました。はい、皆さん、ちょっとね、帰りに別のとこ寄ってこうと思って、別のとこっていうか今まで行ったことない尾根にね入ってちょっと見てたんですけど、やばいっす、やばいものに遭遇してしまった。やばないっすか、これこれとこれとこれ、やば、全然松と関係ないところに生えてます。マジかこれ、すごっ。ちょっと一個ずつ取っていきますか。すごいこれ、全部良さそう。うわー綺麗だこれ。ちょっと後でね全部見せますんで、まずは取っちゃいますね。こんなことがありますか、本当にすげえラッキーだな。めちゃくちゃいいやつばっかり。いや本当にね、松の木とか全然じゃないけど、だいぶね上の方にしかなくって、周囲には全然ないんですけど、それでもね生えてるっていう、さあすごいな。どこに出るかわかんないですね。取れました。いやまさかね、見てくださいこれ、すごい綺麗です。つぼみってやつ、これもいいっすね。一番ねでっかいやつなんですけど、これもすごい。匂い嗅いでみます。うん、まあ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 です。匂いはまあまあでした。いやーびっくりしましたね。まさかね、こんないいやつ取れると思ってなかったんで、ラッキーですね。本当に歩いてみないと分かんないですね。こんなとこ絶対ないと思ってたんですけどね、ありました。